白い。今回は鹿沼市。鹿沼市もたくさんの競技が行われますが、その中でも栃木国体、栃木大会両方で開催される卓球を今日はご紹介します。はい、ではこの競技のご説明をお願いします。はい、 STT の概要をご説明させていただきます。 STT とはサウンドテーブルテニスのことです。こちらのアイマスクを使用して競技をいたします。サイドとエンドにフレームがあります。一段ちょっと高くなってるんですね。はい、はい、競技はネットの下をくぐってポールが行き来します。本当だ、ネットが下、白いの下にありますね。そうなんですね、下なんですね。佐藤さん、ちょっと落としてみていただけますか。はい、あ、もうちょっと落としましたけど、いきますよ。何か入ってますね。鉄球が4個入っております。こちらのラケットはどうなんですか。はい、ラケットは木製のものです。これはどうしてなんですか。打球音をとても重視しております。それなので張ってなくて、その打球音とボールの音を頼りに、ラリーが行われます。なるほど、はい、アイマスクの方よろしくお願いします。そっか、アイマスクをして真っ暗な中やるんですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。プライ行きます。はい、あの、私すごくないですか。すごいです。あれ、二平リターンミスポイント佐藤。え、ねえ、ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、これねえすごくない。ちょっと心が震えました。あ、それは良かったです。面白い。STT の魅力、計り知れないですね。そうですね。今後 STT どんな風になんか広めていこうと思ってます。なかなかメジャーではないので、先ほどおっしゃられたように、これからはこう一般の人にもその STT の魅力を どこかで伝えられたらいいなと思っております。なるほど、いや今後も期待しています。本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今度はあの公式卓球、まあ、ラージもあるんですけれども、この台がまたあの先のサウンドテーブルとは違いまして、はい、今日はひろこさんとダブルスで楽しく卓球をして。私実はダブルスやったことないんですよ。じゃあ改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きますね。よいしょ、あ、ここでだ。はい、そして今度こっち、はい、次打つ。おお、はい、ラリーは一緒ですね。えい、はい、そう、忙しいです。前衛後衛とか右とか左手はないので、一本交代。どこに行っても自分が取るボールは交代で行きます。え、もう仲間割れみたいにしたらもう大変ですね。だからもう二人仲良くやらないと。本当ですね。はい、ダブルス初めてやったんですけど、はい、なんでしょう、急にチームメイトのことが愛おしくて、はい、得点しても2人でそのポイントなんで、どっちがどうってことはないんです。コンビを組んだ以上はお互いにコミュニケーションを図って楽しくやるのがダブルスの競技ですね。なんか人生を考えさせられる競技だなと思いました。はい、卓球はあの2人いればできますし、まあ、台があってちょっとしたところでもラケットが置いてあってボールがあれば、まあ、ちょっとやってみようかっていう感じで、あの小さなお子さんでもお年寄りでも楽しんでいただければと思います。国体になると県の期待も大きいですし、あの天皇杯、皇后杯ということをよく言われますので、ぜひもう全国ベスト4には入っていただきたいなっていう意気込みで今頑張ってます。